僕はもともと脚本家志望だったんですよ。それはもう学生の時からそうで、というのは中学生の頃からまずウルトラマンにはまって、ウルトラマンのムック本を買ったんですね。でそのムック本の巻末にスタッフリストというのがついてるんですよ。でそのスタッフリストを見ると、それにはサブタイトルと監督と脚本家の名前が載ってるんですけれども、その自分の好きな回が特定の、同じ名前の、脚本家の人によって書かれてるっていうのを発見して、でそれは金城哲夫さんと佐々木守さんっていう方だったんですけれども、それから、脚本っていうものによって作品の良し悪しっていうのが変わるんだっていうのに気づいて、でそれからもうなんとなくずっと脚本家にはなりたいなと思ってたんですよね。でそれで大学に行って、で就職がたまたま東京で広告代理店に入ったんですけれども、そこではちょっとプランニングの仕事をずっとやってたんですけれども、ちょっと会社に入ってそれからフリーになって2年ぐらいしたんですけれども、その時にバブルが崩壊して、時間ができたと。でお金はないけれども時間があるんで、じゃあ公募生活でもしようかなっていうことで公募やり始めて、じゃあやっぱり自分が一番何やりたいかっていうと、脚本家だったんで、いろいろ出す中の、選択肢としては最優先で脚本を書いた。でそれで、脚本でヤングシナリオ大賞に応募して、その賞をいただいて、デビューさせてもらったという形だったんですね。富士のヤングシナリオ大賞当時は、今もやってると思うんですけれども、必ず映像化してくれるということで、すぐに映像化してもらって、3ヶ月ぐらいですかね、賞をもらってから3ヶ月4ヶ月ぐらいで、オンエアされまして、でもその前後で、仕事ももらいまして、2時間ドラマとかを書き始めて、そこから出発点っていう形です。でその中で、キャリアの中ではそこからアニメーションで、マッドハウスという制作会社から、こんな、話があるんだって言って持ちかけられた企画が「パーフェクトブルー」という映画なんですけれども、そこでコンサトシ監督と、一緒に初めてやらせてもらって、でアニメはそこから入って。で僕はだから、そう当時の脚本家としては割と普通だったと思うんですけれども、実写もやり、アニメもやる、両方やる脚本家としてずっと、バランス、僕の中でもバランス取ってやっていきたいなっていうのがあったんで、両方をやり続けてるという感じですかね。大友さんとはだからコンさんと一緒にやって、でコンさんと仕事してる時にも飲み屋で一回大友さんと、会ってお話しさせてもらったりしてて、でそれからの付き合いだったんですけれども、その時に、僕らがもうパーフェクトブルやってる頃から、動いてる企画として、スチームボーイっていう作品があるっていうのは聞いてたんですよ。でそれをいろいろ直していく過程でちょっと手伝ってくれないかっていうことで、あれはもう90年代の後半ですかね、97年ぐらいだったか、67年だと思うんですけれども、僕が入って、大友さんの脚本を直していく、作業を手伝ったんですよ。でそれが最初で、その後も今度は実写で、無獅子という、小田切丈君が主演して作品があるんですけれども、でそれの脚本も手伝ってくれないかっていうことで、これも大友さんの、原案というか原作があって、大友さんがそれを構成し直して、でそれをまた僕が脚本で、形にしていくっていうような作業をやってたんですね。だからコンさんとも、もともとコンさんが「アキラ」でもアシスタントやってられてたし、漫画でもアシスタントのような形で入ってらしたんで、大友さんとコンさんと、僕っていう形でつながりが、つながっていったっていう形ですね。脚本ってでも映像化されるとやっぱり嬉しいんですよね。もちろん失敗作もたくさんあるんで、いやこれがちょっと見られたくないなっていうのもあることはあるんですけれども、上がったものはやっぱりみんな
愛せる作品になってると思います。で、それはでも最初で言うと、あ、演出家がこんな風にやってくれるんだっていう風に思ったのは、そうですね、あのパーフェクトブルーだったり、あとはあの実はあの魔法少女ものとかもやっていて、それがあの、ファンシーララという作品なんですけれども、ファンシーララという作品を、何本か手伝って書いたんですけれども、それも仕上がりがすごく良くて、あ、すごいな、あのこんな風に、映像化してくれるのすごいなっていう風に思ったのが最初ですね。で、そのファンシーララの監督が今あの夏目友人帳っていう、まあ、人気シリーズがあるんですけれども、それが、の監督やってらっしゃる大森さんなんですね。で、あの夏目も僕は3期4期でシリーズ構成手伝うことになったんですけれども、それはもう10年以上空いた中で、いや、あの時ね、村井君よかったからっつって、あのまた縁があって、手伝うことになったっていうことなんで、まあ何かそういう縁がつながっていくのがこの業界面白いなっていうふうに思ってますね。いや、もう最初は本当になんでこんなことで直さなきゃいけないんだとか、いや、もう本当相当毎日喧嘩のような、日々はありましたよね。で、それがまあ慣れていくに従って、徐々に、あ、こういう人たちはこういうふうにものを考えるんだなっていうことが逆に僕の方にも分かってきて、でそれで対応できるようになったっていうこともあると思うんですけれども、いや、脚本は本当あの皆さん思ってる以上に、この実際に映像化、初稿を上げてから、決定稿に至るまでの直しの作業が、本当に大変ですね。相当大変です。それは今もそうです。はい、あの本当最初の頃は全然ジャンルも選ばなかったし、どんな仕事でも脚本っていうパートがある仕事であれば、それは我々が引き受けるべきことだっていうふうに考えてたんで、同じ態度でどの作品も臨んでたんですね。だからアニメと実写で書き方はよく違うんですかって言われるんですけれども、もう20年ぐらいもずっと、いや、それは違わないよって言ってるんですよ。ただ、まあ、本当を言うと、あの演出の間の詰め方が若干違うので、あの入る枚数とかが若干違うんですね。それはまあ、なんていうの、本当プロになってから覚えればいいことだと思うんですけれども、その辺は若干違う。ただあの書き方自体、つまりあの柱と戸書きとセリフで構成する、撮影するための設計図であるっていう考え方は、アニメでも実写でも、まあ、多分ゲームのビジュアル化の作品でも同じだと思うんですね。それはこちらの態度として全く一貫していると思います。